皆さんこんにちは。はい、今回はですね、ガスガンの紹介です。ね、しかもね、久しぶりにね、ウエスタン系のリボルバーです。どうですか？ウエスタン系のリボルバーといえばもうこれでしょう。ピースメーカー。ね、西部劇には必ず出てくる銃ですからね。ところがですね、今日の主役はこいつじゃないんだ。残念ながら今日は、こいつは主役じゃないので、さよなら。よいしょ。ね、ちょっと端っこの方に置いといて。ね、ファンの間ではですね、根強い人気のある、パーカッションリボルバーです。こちらです。ドーン。ね、なんかちょっと、イーストウッドっぽい人がパッケージに書いてありますけども。そうです。ハートフォードの、ニューモデルアーミーのガスガンです。こちらですね、オールジャパンファーストドローチャンピオンシップ、早打ち全国大会。それの、3位の、副賞ですね。さあ、それではですね、話はこのぐらいにして、開けましょうか。よーし、では。開けます。はいっと、まあ、取扱説明書とかね、ターゲットペーパーとかいろいろ入ってます。で、銃本体の前にですね、こちらがですね、ガスの注入ノズルとあと六角レンチとね、シリンダー外すためのレンチかなという工具3点セット。そしてこれ、このなんかアンティークな感じの缶。これが中に BB 弾が入ってるやつですね。ニップルキャップを入れとく缶をイメージしてるんでしょうね。そしてね、これがレアものなんだ。これがレアものなんですよ、こちら。いや、これちょっと開けようか。はい、これですよ。いい色してるね、これ。今ね、なかなか手に入らないんですけどね、真鍮製の、あぶね、落ちる。真鍮製のトリガーガードです。まあ、好みは分かれるみたいですけどもね。やっぱ、真鍮だとかっこいいですよね。そして、こちらが銃本体です。袋から出そうか。はい、こちらです。ちなみにこれのモデルは、現行モデルではなくて、旧型ですね。なので、トイガンファンの間では、ちょっと実写性能がうーんというところで評判の銃です。さあ、そしてですね、これパッと見てなんかおかしいでしょ。ローディングレバーと、あとシリンダーが塗装されてない、亜鉛剥き出し。そうなんですよ。これですね。なんて言うんだっけ。ヘビーウェイトナチュラル版っていうやつで、塗装が何もされてないモデルなんですね。なんだよ、手抜きかよってね。ただの作り手の手抜きじゃねえかって思うかもしれないんですけども、違うんですよ。ブルーイング。ヤスリで表面磨いて、で、ブルー液っていう液体でね、表面染めるブルーイングっていうのがあるんですよ。それで、こう、リアルにするっていうね。リアルな質感出すブルーイングっていうのがあるんですけど、それをやりやすくする。そういうモデルですね。なので、こう、特に黒染め塗装とかされてない。素材剥き出しの状態です。まあ、私はブルーイングやんないからあんまり意味ないんですけども。ね、こんな感じのニューモデルアーミー。まあ、ちなみにガスガンということでですね、田中のペガサスを搭載しておりまして、ガスはシリンダーに注入します。で、BB 弾が、前から、シリンダーの前からプチプチと入れるんですけども、ここは実銃通りですね。だって実銃もね、こう、弾入れて、で、このレバーで、グッグッと押し込んでいくわけですから。ここは実銃と同じですよね。欲を言えばね、このローディングレバーで BB 弾押し込めたら面白かったんですけどね。そこまではできませんね。というわけでね、トリガーガード交換しよう。ね、この先ほど紹介した真鍮製のトリガーガード。これつけちゃいましょうか。おぉ、かっこいい。はい、こんな感じでね、真鍮製に交換しました。いい色してるね、やっぱり真鍮。ね、ここにね、モデルガンの方もありますけども。いいね。ニューモデルアーミーかっこいいよね。このね、八角形のオクタゴンバレル。これがかっこいいよね。というわけで、ちょこっと撃ってみましょうか。BB 弾入れて。では、撃ってみます。そうか、そうか。すごいね、これ。1.5 メートルぐらい先撃ってんだけど、目で見てわかるパワーのなさ。そして、ばらけ具合。まあまあまあ、箱出しだとこんなもんなんでしょう。というか、そもそもね、多分これは実写性能を求めちゃいけないんですよ。弾の出るモデルガンとしてね、楽しむのがきっと正しいんでしょうね。それでもね、今販売している現行モデルだともっと性能本当に良くなってるみたいなので、まあ、これからなんか買おうかなと思ってる方は安心してください。多分大丈夫なはずです。さあ、というわけで今回はですね、このニューモデルアーミーのガスガンの軽い紹介でした。
どうですか皆さん、この銃は結構ね好み分かれると思うんですけどね、でも割とかっこいいでしょ。この銃も西部劇映画が好きな方なんかはね、押さえておいたらいいんじゃないかなっていう一丁でしょうか。現代の銃に比べたらね、狙いもつけづらいし、こう一回一回起こさなきゃいけないから手間かかりますけども、やっぱりね遊んでて楽しい銃ですね。ああ、なんかあれですね、紹介中よりも楽しいね楽しいねって言って遊んでるだけの動画でしたね。それではじゃあねー。